チャストロビセェ・ソルニツェ線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は021。1893年、リフノフ・ソルニツェ地方鉄道の路線として開業した。現在は021号線の支線という扱いであるが、2016年、以前は022号線という独立した路線番号が割り当てられていた。1時間に1本程度運行している。上り降りとも、 半数がチャストロビテで021号線本線のフラデツ、クラーロベ方面快速と接続する。残り半数は021号線本線の T にチェ、方面まで直通する。リフの船独ニエジのソルニツェ間は、本数が少なく、平日1日3往復、休日はソルニツェ行片道1本しか運行されない。ほとんどが、各駅停車であるが、平日、 土曜日のソルニツへ発着の一往復及びリフノフ発の片道一本のみ一部駅を通過する。2017年以前は快速との接続列車以外の多くが T2 シチェ方面に直通していた。2020年以前はリフノフ伊東で休日1日一往復運行していた。以下ではチェコ国鉄021号線支線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを 一覧表で示す。ありがとうございます。